かっこいいお洋服の数々やロリータライフには欠かせないあらゆる情報を満載でお送りします。はい、次はあきらちゃんのプライベートに迫っちゃいましょう。いや、自分プライベートめっちゃ薄っぺらいっすよどんな感じ、このまんまだと思います。ただ感情の起伏が激しいので、多分ライブとかに来てるお客さんとかは分かると思うんですけど、楽しい時はめっちゃ楽しそうな人です。相手役の人何が一番大変、ヒールで歩くのが一番大変。階段を降りるシーンが何度もあるんですよ。完全に左の膝と足首痛くて2回目の公演で花道から落ちたんですようわーって花道を走ってて5段アニメを見ること、漫画を読むこと、ゲームをすることジャンプを毎週買ってて、あとは少女漫画も結構ジャケ買いじゃないですけど本屋行ってバーって買ってきちゃったりとか、ラブコメってやつですね、笑える漫画が好きなんで、ちょっと前だとラブコンとか、ああいうちょっとアップってくるようなほのぼの系が好きです。あとアニメとかはあれですね、ロボット系が好きですね。グレンラガンっていうアニメ最近好きで見てます。ガンダムはもちろん好きですね、王道ですけど、あの今ユニコーンやってるじゃないですか。ユニコーンの続きが気になる今日この頃です。キャラ萌えで言ったらマクロスなんです。あのシリルノームの声をやってる方がカジカの声、今回の舞台のカジカさんのアニメの声だったんで、もう余計好きになりましたまあアニメのグッズとかはちょいちょい集めてますね。ワンピースが好きなんで、結構ワンピースのグッズはあのファンの子とかもくれるんで集めてたりしますね。あとはフィギュア系、あ、集めてるわけではないんですけど、はい、好きでちょいちょい買っちゃいます。そのシーズンによってまたいつも変わってきちゃうんですけど、ちょっと前だと、銀魂の高杉みたいなちょっと悪そうなキャラにハマってました。もう最近あんまり悪そうだとみんなが冷たいっつってブーイングをしてくるので、最近ちょっと優しいめなオーラン高校ホスト部の須尾玉樹みたいなちょっとバカキャラの王子を目指してます。一時ガンダムめっちゃ見返してた時にみんなに喋り方がシャアになってるって言われます。アニメの影響を受けやすいので、よくのだめにハマってた時にずっと喋り方がのだめになってたらしいんです。気持ち悪いって思ってちょっと別のアニメ見返そう。結構影響受けますねアニメには。おっと、ついにあきらちゃんのお洋服が完成です。デザイナーの三葉さんにお洋服のポイントを聞いてみましょう。